はい、ゆめです。どうも。はい、今ですね、突然ですけども、上海のホテルから、はい、この動画を撮ってます。はい、上海ディズニー来ましたよ。いよいよ、実はディズニー行くのは明日なんですけども、今日ですね、日本からの移動で成田からですね、さっき上海に着いて、でホテルにチェックインして、でご飯食べて、で今ですね、部屋でまったりしているので、この動画を回してます。はい、でね、初の上海なんですけども、そもそもね、初の中国なんですよね。はい、初めての中国なんですけども、一人旅で、かつ個人手配というですね、相変わらず無謀なことをしてますがはい、はい、この時間はですね、俺がね、どういうふうにこの旅行を手配して、どういうふうに進めていったのかっていうのをですね、ちょっと語ってみたいと思います。皆さんもですね、上海ディズニーの滞在に参考になれば幸いです。はい、まずですね、俺は海外旅行はですね、世界中のディズニーパークも全部行ったこともあるぐらいで、で一人でですね、実はタイにですね、スキューバダイビング行ったりとか、一人で台湾、香港、それからアメリカね、なんか行ったりしてるので、結構ね、もうツアーとかね、ちょっと嫌なんですよね。一人で自由気ままに旅行に行きたいのって、でツアーを使わないんですね。全部一人で手配して、全部一人で行ってしまいます。なので今回の上海も一人で全部進めて、全部一人でやってます。一人が好きな理由はですね、まず安いっていうことと、あと自由気ままにね、行動できるっていうのと、あとは俺ね、個人的にね、アナでマイレージを貯めてるので、アナマイレージを使って自分の航空券を手配してるので、そうするともう自動的にもうね、もう一人旅になるしかないんですよね。まああとはやっぱり一人で何でもやりたいっていう、そういう欲が強いので、でやってますね。で多少のトラブルもですね、トラブルも旅行の醍醐味っていうことで、トラブルを楽しめる、はい、性格なので、あんま不安はないですね。トラブったらトラブったらね、いやーこれ話のネタになったわって、それこそ YouTube のネタになるぐらいなのでトラブル大歓迎って感じですね。でなんでこんなに抵抗ないのかというと、やっぱりみんな人間だからね。だから同じ、みんな地球人でしょダパンプのね、 USA の歌詞じゃないんだけど、まあみんな地球人だし、海外言うてもね、お金と言葉と時間が違うだけで、みんなね、喜怒哀楽は持ってるし、言葉が通じなくて不自由してるっていう気持ちを表せば、向こうのね、言葉が通じない人たちもね、その気持ちも分かってくれるので、だからね、あんまり、抵抗ないですね。あとはね、パスポートとね、あとクレジットカードとお金とね、 iPhone があればどうにでもなるなと思ってます。だからね、 iPhone 通じるの大前提なんですよねはい、だからね、 iPhone が本当にライフラインなので、クレジットカードと iPhone ですね。この2つ、クレジットカードと iPhone があるから、まあ一人でもなんとかなるって感じなんですよね。はい、まあ前置きはそのぐらいにして、早速じゃあ踏み込んでいきたいと思います。はい、上海ディズニー行くにあたって、まずはですね、やっぱりどんな海外に行くにも航空券とホテル、この2つがないことには始まらないんですよね。だから行ってしまって、現地で3泊4泊って宿泊して、行きと帰りの飛行機さえね、確保してしまえば、あとはクレジットカードとお金、 iPhone があれば、まあどうにでもなるんですよね。なのでまずは飛行機とホテルなので、まずこれを手配します。で空港からじゃあね、ホテルまでとかパークまでどうするのとかありますけど、まあね、タクシーだったりバスだったり地下鉄だったり電車だったり、まあ何でもあるので、とにかく行きゃなんとかなると。だから航空券とホテル、この2つですね。はい、で航空券はまずね、旅行をまず決めました。で航空券手配するにはまず旅行の日程ですよね。で上海ディズニー行きたいなと思ったのと、あと俺貯めてるマイレージがですね、そろそろ有効期限2年までなんですけど、貯めたマイルが消えてしまうので、これはまずいと思って、はよせなと思って、とにかく今一番行きたい海外どこって自問自答して、今は上海かなと思って上海行きたいと思いました。で行くならね、3泊4泊って考えた場合、ちょうどですね、3連休4連休考えたら、ちょうどね、1月下旬から2月にですね、ちょうど4連休最大できるところがあったんですね。なのでこのタイミングで、あ、しかもね、
その1月下旬から2月に、ね、3連休4連休が、ね、取れて、かつねちょうど上海中国ってことで旧正月のイベント真っ最中なんですよね。だからこりゃいいわと思って、でまずそれで日程決めました。でじゃあ航空券だと思って、で俺はマイルを貯めてるのですぐにですね、あのアダマイレージクラブにアクセスして、でこの日程で上海往復ってチケット手配3泊4日であの無料航空券を手配したんですけども、実はですね希望の日程で3泊4日取れなくて、あのここがね無料のこのマイルのねマイレージを貯めて無料航空券弱点で、なかなか取れないんですよね、貯めるだけ貯めて。で今回ですね3泊4日を希望だったんですけど、2泊3日の日程でかつ行きエコノミーで帰りビジネスだったら取れるっていうことが分かったので、じゃあそれでお願いしますっていうことで、本当は3泊4日で現地に丸々 2days 滞在が良かったんですけど、今回2泊3日でちょっと弾丸なんですよね。なのでまるっと上海ディズニーに滞在できるのは1日だけなんですよ。まあ仕方ないね。はい、で日程が決まって航空券取れました。じゃあ次はホテルですよね。ホテルはですねディズニー系の直営のトイストーリーホテルとかね、なんか上海ディズニーホテルとか直営のホテルと、あと上海市内のホテルとどうしようかなと思ったんですね。でそこでやっと初めて上海の地図を開きましたで上海の街の構造を見たらね、空港とねそれから上海ディズニーダウンタウンっていう風にですね、ちょっとなんかディズニーと空港は直線で行くとまあまあ近いんだけども、でも上海の繁華街がえらいこういう感じで行ってるので、これどこ止まったらいいのかなと思ってちょっと考えたのね。でちょっとねインターネットでささっと見てみたら、上海ディズニーの横にねノボテルクローバーホテルっていうホテルが最近できたみたいで、ここがねなんかえらい評判いいんですよね。なんか安くて綺麗でディズニー行くにはもうここが最高みたいな、なんかねそういう評価がすごくあったので、でもう日程もねホテルの部屋実は10日ぐらい前まで取ってなくて、でまあ見てみたらね1泊7000円か8000円で泊まれるんで、あじゃあまあこれでええわと思って、でエクスペディアかななんかで調べたら、あの8000円ぐらいで泊まれたんで、じゃあここでええわと思って、でここ2泊取りました。でホテルと飛行機と取れちゃったので、もうこれで決定で、もうあと余裕ですよ。で余裕ぶっこいてたんですけども、まあ当然これだけではねダメで、で一応パークのチケットってどんなんだんだろうと思って、日本みたいに当日フラッと行って買えるのかなと思ってちょっと調べてみたら、これがですねなんか当日窓口じゃなくてネットで e チケットもね購入しないと原則入れないみたいな表記を見て、おいおいマジかと思って、ですぐ上海ディズニーの公式ページに行って、でクレジットカードから決済で、で自分のですね、パスポート入園パスポートって意味じゃなくて本当に日本に行くあの旅券ですね、旅券のパスポート、これがないとダメなんですけども、この旅券パスポートが ID 身分証明書になるのって、でネットの方で購入をして、まあだからなんだあのウィルコールみたいなもんだよね、あの要はチケットの取り置きみたいなもんだな、でネットで決済して、で現地にあのこの俺が本人が買いに来ましたって言ってパスポートを見せて、それでチケット引き換えるっていうね、そういうシステムみたいですね。はい、なのでネットの方で事前マイルでもクレジットカードで購入はしました。あとはやっぱインターネットね、今度俺がね一人で海外ホイホイ行けちゃうのはやっぱ現地でねこの iPhone インターネットがちゃんとつながるっていう安心があるから行けるんですよね。なのでインターネット絶対に使えないと困るので、でこれは真っ先に調べました。で俺が持ってるねこの iPhone それから iPad を持ってるんですけど、これはですね SIM フリーになってますので、ね、現地でねプリペイド SIM を空港で買って、
で、それ突っ込めばもうそれでええやろと思って、ね、余裕ぶっこいてたんですよね。で、ちょっと調べてみたら、中国はね、このセキュリティがちょっと厳しくて、Google と Twitter につながらないんですよね。だから、Google の代わりに Baidu かな。Baidu とかだし、あと Twitter の代わりも Weibo だったりするんだよね。なので、日本のネットワーク、日本のそういうインフラとかですね、日本のサービスをですね、中国からサクサクと使うには、VPN っていうサービスというか、VPN を使うか、もしくはそういうセキュリティを超えた、SIM カードを挿すかしかないんですよね。で、調べてみたら、日本からですね、中国で使えるプリペイドSIMが売ってて、現地の空港で買わなくても日本でそのプリペイドSIMを買えば、その今言ったセキュリティを乗り越えて Google とか Twitter とか YouTube とかにアクセスできるらしいんですよね。で、そのSIMを買ってきました。そのSIMを出国前にと買って、で、それで今回中国に来ました。なので、バッチリ使いました。SIM フリーのiPhone か Android か iPad があれば大丈夫です。で、あとはでホテルは取ったし、で、飛行機も抑えたので、で、上海ディズニーランドのマイル券もネットで買ったので、もうこれでバッチリ OK なはずですよね。で、そういう感じで個人手配、今の上海だけど、これ香港にしてもアメリカにしてもヨーロッパにしても原則こういう感じで俺はいつも旅行の手配はしてます。で、あとその空港からホテルの移動だよね。このね、一部の口コミ掲示板で上海のプードン、この空港ね、プードン空港から俺が今回泊まってるこのロボテルクローバーホテルまで直通でバスがある、バスに迎えに来てもらったっていう人がいたんですよね。で、それは口コミ掲示板で見て、で、ホテルにメールで問い合わせしたら拾ってくれたって書いてあったんで、なるほどと思って、で、俺も見よう見まねでやってみました。で、ホテルのホームページからメールはこちらっていうふうに E メールがあったので、で、そのEメールアドレスからですね、で、このホテルにですね、英語でEメールを書きました。で、そんなにね、難しくなくって、日本から上海に行きますと、で、プードンの空港に何時頃到着しますと、で、一人で行きますと、で、ピックアップしてホテルまで送ってもらえますかっていうふうにメール書いたら、速攻返事が来て、1時間に1本、今回はね、17時50分もしくは18時50分どちらかに空港の到着ロビーの車のですね、この辺に行くので、ここに来てくれればピックアップするよっていう、そういう英語のEメールが来たんですよ。で、ちゃんと丁寧に地図も書いてあって、空港着いたらここ行けっていうふうに地図がちゃんとね添付されてて、俺ね、17時50分か18時50分か迷ったのね。で、一応その予定ではね、16時20分に着くっていうふうに予定になってたんで、でね、90分あればいくら空港がね広くてもね、いろいろと、ね、イミグレーションとか荷物のピックアップとかあっても90分あれば大丈夫やろうと思って、で、17時50分にお願いしますっていうふうにメール返しました。で、あとは上海ディズニーの当日のトゥデイですよね。これはインターネットの方で予定が分かるので、で、時間なんかを調べて、このショーは絶対見たいとかですね、旧正月のこういうグリーンあるらしいって全部下調べして、で、さあ、いよいよ本番今日になりました。はい、こんな感じでですね、とりあえず今言った通り、航空券、ホテル、 iPhone、iPad のちゃんとしたライフラインの開通、それから空港着いてからホテルまでの足の手配、で、あとは上海ディズニーランドのトゥードゥーリストね、やることリストを自分で作ってと。はい、こんな感じかな。で、帰りの、あとあれか、ホテルから空港か。ホテル、空港は、やっぱそれもね、口コミ掲示板見ると、帰りは空港まで送迎してくれるって書いてあったんで、で、それはまあホテルに言えば送ってくれると思うので、まあこれで OK かなっていうことで、はい、ここまで全部自力手配しました。
はい、こんな感じかな。準備編はこんな感じ。まあ、あとは普通の旅行なので、現地上海の2月の気温はね、最高気温、最低気温はこのぐらいかなとか、ね、もし寒いようだったら、カイロを持っていくとか、ヒートテックなんかね、いっぱい持っていくとか、その辺はまあ旅行なので、はい、普通にやることは同じですよね。はい、じゃあ実際に旅行どうだったかっていうのですね、また別の動画で報告したいと思います。とりあえず準備編は以上になりますね。参考になりましたでしょうか。皆さんも頑張ってみてください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。